閲覧注意。悲劇の直前に撮られた写真8000。旅客機。ハーリー親子とスロック親子、共に2014年7月17日に撮影されたものである。4人はマレーシア航空17便でアムステルダムからクアラルンプールへと向かっていた。2枚とも離陸前に撮影されたもので、1枚目はキムの夫のデイブ・ハリーが撮影、2枚目は息子のゲイリーが撮影し Facebook にアップしたものである。楽しくなるはずの旅行だったが、撮影から3時間後に悲劇が起こってしまう。なんと飛行機はウクライナ上空で地対空ミサイルによって撃墜されてしまったのだ。それにより乗員乗客全員が死亡してしまった。原因は戦闘機と間違えてミサイルを発射してしまったことであった。橋の上から。17歳のジーニア・イグナテーバは高い場所から自分撮りをしようと決心し、橋に登ろうと試みた。しっかりと自分撮りを決めたのは良かったが、問題は降りる時に起きた。ジーニアは足を滑らせ、反射的に電気が流れているケーブルを握ってしまったの。それにより彼女は感電死し、下で見ていた友達は恐ろしい光景を目にしてしまった。ライブ中に。2003年2月20日、ロードアイランド州のナイトクラブでの出来事でした。超満員の会場を火が包み込み、100人もの犠牲者を出す大火事が発生してしまったのである。最初の曲が始まった瞬間に燃え広がった火は、マネージャーによって点火されたセットが原因であった。この写真は途中でちょうど炎が上がったのに気づいたボーカルのジャック・ラッセルを写している。バンドが演奏を続ける中、客は何かの演出だと勘違いし逃げ遅れたと思われる。飛行機事故。この写真に写るのは1961年のアメリカ合衆国のスケートチームである。これはベルギーで開催される世界スケート選手権へと出発する飛行機に乗る前の写真である。しかし彼らがベルギーに到着することはなかった。この飛行機は着陸に失敗し、乗客乗員全員と地上にいた一人が犠牲になってしまったのである。死亡したチームメンバーには9回もの優勝を果たしたスケート界の面々が乗っていた。エベレスト登山。1924年、イギリスの登山家ジョージとサンディはエベレストに登ろうとしていた。これはエベレストのベースキャンプ前で支度を進める2人の写真である。1924年6月、ジョージは共に頂上を目指したが、頂上付近で行方不明となった。マロリーの最後は死後75年にわたって謎に包まれていた。しかし1999年5月1日に国際探索隊によって遺体が発見された。マロリーが世界初の登頂を果たしたか否かは未だに謎のままである。最後のパフォーマンス。ジョニー・キャッシュは20世紀に多くのミュージシャンに影響を与えた人物である。この写真は彼の最後のパフォーマンスを撮影した写真である。彼は妻が亡くなってから4ヶ月に満たない2003年9月12日に糖尿病による合併症で亡くなった。人々はジューンの死去による昇進が原因で病状が悪化したのではないかと語っている。ハッピーからのアンハッピー。当時ファレル・ウィリアムスのハッピーという曲を聴いていたコートニーさん、なんと運転中にもかかわらず自撮り写真を撮影したのである。この後この曲で自分もハッピーというコメントをつけ Facebook に投稿した。その数秒後、コートニーさんの車が制御不能に陥ったのである。
そして中央分離帯を飛び越え、対向車線のトラックに衝突してしまったのである。事故当時、コートニーさんはシートベルトの肩ベルトを使用しておらず、そうしたことも悲劇につながったとしている。最後のドライブ。ポール・ウォーカーが赤いポルシェに乗り込むその写真はまさに魅力的で、ゴージャス感あふれるセレブそのものだった。しかしこの後すぐに彼は事故に遭ってしまう。その事故は平坦な道で起きたため、スリップしコントロールを失うことになった原因は分かっていない。事故に遭った時も撮影中だったため、ワイルドスピードが彼の遺作になってしまった。直前までは確かに生きていて笑顔だったとしても、凄惨な最後になってしまうことはあります。だからといってその人生が丸ごと不幸だったかのように思ってはいけませんね。彼ら全員にご冥福を。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。